腹ペコペコ。食べよ食べよ。グツグツ言ってるね。お鍋ですからね。本当です。体も温まりそうです。なんですか？あ、いいえ、むしろ逆です。大好きってこと？ええ、どちらかというとそうですね。だったらお鍋はちょうど良かったみたいね。あら、そうでもないですよ。ポン酢はお鍋に合うものとそうでないものがありますし、お肉と魚でも合うものが分かれるんですよ。へえ、そうなんだ。っていうか、ポン酢にそんなに種類あったっけ？四つ缶の味ポンを使えば大体外れはありませんから。別に適当に買ってるわけじゃないのよ。でも種類は意外とたくさんあるんですよ。柑橘系の味が濃いものや出汁の味が濃いもの、あとは醤油とのバランスで少なくとも数十通りはあるはずです。このポン酢は葵さん的にはオーケー？私はバランスがいいものが好きなので、このポン酢も結構好きですよ。まあ私の好みでですけどね。ねえ、ポン酢って魚にも合うの？ええ、合うと思いますよ。せっかくだからこの素晴らしい調味料をサンデーにも味わわせてあげようかと思って。さすがに鮭缶は合わないと思うけど。そうかな。
チャレンジ精神は大事だよ。チャレンジするのはサンデーだけどね。そんなことじゃサンデーは味の王様にはなれないよ。私のポン酢なんでもないもん。通りお姉ちゃんだもん。いただきます。美味しいね。じゃあ私も食べよっと。葵さんの、あ、大丈夫です。ありがとう。ですね。食べ過ぎたかも。まだまだいけるなりよ。なんとか平気みたいです。
丈夫ですよ。もうお腹いっぱいです。私は食が細いから。ですね。わかりました。目の前だってのに結構時間かかったね。あなたにとってロックとは何ですか？パンクな問いかけというか。どうします？どう？おんぶ。そんな重くないでしょ。ま、ひろっち胸は結構でかいけど。あれ？それはありえないと思います。で、どうするの？私そんなお金持ってないってば。すけちゃん、社長さんみたいだね。了解です。あー、おいしいアイスだにゃ。めー、それ私の顔。楽しかったです。
けどまだ始まってないし、もっともっと来るんでしょ？入るのかな？ぎゅうぎゅうになると思うけどね。うわぁ、人に酔っちゃいそうだ。一息れってやつだね。何それ？臭い切れの仲間だと思うけど。何それ？匂いとか熱気とか、多分そんな意味じゃないかな。